番組問い合わせましたからね。大丈夫なんですかって話しました。もうやるしかない。やりましょう。プロデューサーがはっきり言いました。はい、やります。お願いします。今度プロデューサーえらい関西弁がきつくなんですか。アイソン先生がもっと大きくなっていたらどう見えていたのか。